上作戦が続いていて、ガザ側の死者は600人を超えました。イスラエル兵も新たに9人が死亡しました。アメリカのケリー国務長官はエジプトのカイロでシシ大統領らと会談。また国連のパンギムン事務総長はイスラエルでネタニヤフ首相と会談するなど、停戦に向けた